こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日は太ももを緩める、セルフケアをご紹介していきたいと思います。太ももはどうしても歩いたりする場所でもありますし、運動系の人なんかも必ず足腰を使う場合があったりしますので、その足に不安のある方などの気になる方はぜひやってみてください。それではやり方を説明していきます。やっていきます。で、前回の動画でもご説明したんですけど、今日のもケアも肩甲水を使った方法になっていきます。それではやっていきますね。まず最初にこういうふうにあぐらを組むような形を作っていただいて、こういう形ですね。で、まずここです。座骨っていうところになるんですけど、座って当たってるところにこういうふうに指を下から当てていただいて、この状態を作って、ここですね、体を前に倒してください。1、2、3。そうすると今お尻をつけてるところ、座骨のところが動くのが分かると思うので、それを感じながら1、2、3、4ですね。軽くで無理しないでください。で、この状態で今度このお尻の手を仙骨です。真ん中のところに当てていただいて、またこれも同じ状態で1で倒してもらうと、仙骨のところが引っ張られるのが分かると思うので、それを感じながら1、2、3、4ですね。それができたら、まずここです。太ももの裏からお尻まで全般を撫でていただいて、次に今度はこういう状態で座ってる状態があるとしたら、今度はこの座ってる状態の腰より膝を後ろですね、このお尻というか腰よりちょっと膝を後ろ側にしていただいて、こういう感じですね。で、この状態で今ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、足裏が全部はついてないんですけど、親指とかかとがついてる状態を作っています。で、この状態を作りながら、まずここですね、上前腸骨骨って、こう腰骨にポッと手を当てた時に一番引っかかる場所、そこのところに手を当てていただいて、この状態で足を後ろ方向に押すように、1、2でして押してもらうと、ここがピクピクって動くので、押しながら1、2、3、4で動くのを感じてください。で、続いて今度はここの真ん中の恥骨と言われる部分に手を当てていただいて、またこの恥、これを下に押すように、1、2、3、なところもここの動きを感じていただいたら、そしたら今度太ももの前と内、さっきは裏ですね、裏を撫でてて、で、今度はここの前と内側を撫でてください。で、これで OK です。で、これで比べていただくと、あ、軽いねとか、足が動きやすいねとか、まあ立った時に、あ、安定するねとか、もろもろで、あとは足の形なんかも縦方向に膨らんで、横の広がりがなくなってくると思いますね。そういうのも感じてみてください。認知ができたら反対も同様です。またこういうふうに組んで、足の座骨のところに触れて体を倒します。1、2、3、4で、今度仙骨のところに手を当てて1、2、3、4したら、裏ですね、裏をさっさっさっさ、お尻までをさっさっさっさと撫でて、今度はこういう状態、膝を腰骨の、まあ鼠径部っていうんですかね、ちょっとだけ後ろの方向にしてもらって、腰骨に当てて1、押すように2、3、4で、恥骨に当てて1、2、3、4したら、今度太ももの前とここですね、恥骨までを撫でていただいて、あ、楽になったねってのを感じていただく、まあ、あと形ですね、形そのものも比べていただくといいと思います。太ももを緩めるっていうことは、足の循環が良くなって、足の循環が良くなるっていうのは、体の循環も良くなっていくことにつながりますので、循環が気になる方、太ももそのものが気になる方っていう方も、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわでは、動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。